前回の超わかる高校数学は、カッコ1の式は展開、カッコ2の式は因数分解してください。3乗の展開はカッコの中身を項に分けて考えて、2つの項を合わせて3個使うパターンを全て考える。このプラス3倍は覚える。3乗の因数分解は指数を取った種を書く。種をそれぞれ2乗したものを書く。最後に種をかけてマイナスをくっつける。このマイナスにだけ注意しよう。どうもこんにちは、本田です。今日はこの式を展開しよう。これガチで展開しようとするとめっちゃめんどくさいことになりそうだよね。ところでこの式なんか臭くない？ x2 乗プラス 5x の部分、あからさまに同じ形になっている。こういう風に同じ形を発見したら何か文字に置き換えてみよう。例えば x2 乗プラス 5x を t とすると式はかなりスッキリする。これは中学の乗法公式の形だよね。展開するとこうなる。ということでこれ答えってやっちゃいそうになるんだけど、これを回答欄に書くと、問題に t とか出てないんだけどってなっちゃうから、返信を元に戻してあげよう。 t を x2 乗プラス 5x に戻すと式はこうなる。ここで注意、元に戻すときには必ず括弧をつけよう。最後にこの式を展開して x4 乗プラス 10x3 乗プラス 23x2 乗マイナス 10x マイナス3が答えになる。この置き換えのテクニックのことを置換っていうから覚えておこう。今日の動画内容をまとめると、同じ形を発見したら何か文字に置換してみよう。ただし置換したら最終的には元の形に戻してあげることと、置換を戻す際には必ず括弧をつけよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。次回の超わかる高校数学は、次の式を展開してください。同じ形を発見したら置換する。そのまま展開すると複雑になる式は、かける順番を工夫しよう。